三類島は、セネガル北西部の三類地方、セネガル川川口に浮かぶ島。大西洋に対面する。島の中心部には、かつて、フランス領西アフリカの首都だった都市三類がある。この島は、都市三類の歴史的街並みを主たる理由として、ユネスコの世界遺産に登録されている。1885年に描かれた、三類島三類島は、 セネガル川川口に浮かぶ細長い三角州である。長さは約2500メートル、幅約350メートルで、島の西側のムスタファマリク影響で本土と結ばれている。また、三類島近辺には、モーリタニアからセネガルの三類まで60キロメートルにわたって伸びるサス・ラングド・バルバリーが存在している。三類島は熱帯に属し、 雨季と寒季がはっきり分かれている。暑く湿潤で嵐に見舞われる雨季は、しばしば川の氾濫を招く。これが湿地やマングローブ林を形成し、そこに生息する鳥類を引き付ける要因となっている。寒季は海から涼しい風が吹いてくれるが、他方でサヘルの境界に位置することから激しい砂嵐にも見舞われる。1659年にフランスが この島に植民都市三類ル,ル・ポールを建造した。この町はセネガルにおけるフランス最初の工場的拠点であり、後に三類となった。名称三類は西欧類にあやかるものであるとともに、当時在位していた類画用にちなむものであったという。1780年の三類奴隷貿易が盛んになると、三類は大西洋の玄関とサハラ交易ルートの途上という、 地理的重要さから大いに栄えることとなった。都市三類は1872年から1957年までフランス領西アフリカの首都として政治的にも重要な位置にあった。島のうち中心部の長さ1300メートル、幅350メートルの区画が三類島としてユネスコの世界遺産に登録されている。名称こそ三類島だが、 実質的にはその中心部で栄えた都市産類の特質が評価されたものである。実際のところ、文化遺産としてのカテゴリーは、サイト、遺跡でなく、建造物群である。その町の古い町並みには、植民地時代に計画的に整備された都市の建造物群が現存しているため、西アフリカにおける植民地支配の様子を現代に伝える貴重な霊章となっている。 この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。